こんにちは。今回ご紹介するのはこちらの太宰治の人間失格という小説になります。厚さは非常に薄いんですが、なかなか読み応えのある一冊だったかと思います。で、感想は一言で言ってしまうと、面白かったという表現になると思うんですが、非常にこのなんか内面をえぐられるような、ちょっと複雑な、感想を持った一冊でした。で、本当にこの、主人公が人間失格と自分にレッテルを貼っていくというところまでの物語になるんですが、この、本当に、一言で言ってしまうとダメダメなんですね。本当に仕事にしても女性関係にしてもみたいな感じなんですが、でこういう要素が自分の中にも、僕の場合は結構あるんじゃないかということを感じまして、なんかそれをより拡大されて、なんか見せつけられたような感じがして、非常にこの心がざわつくような一冊になっていました。で、逆にこういう要素が全くない方にとっては非常にこの後味の悪い、読みたくない、面白くない一冊なのかもしれないなというふうに感じた本なので、ちょっとご興味のある方はめくってみてはいかがでしょうか。とても僕個人は、興味深い、またそのうち読みたい一冊でした。